ちは。今日はちょっと公演前もお時間の許す限り配信しようと思います。ご飯を食べる。本日オーブ、あ、美味しそう。お腹すいた。あ、塩が欲しいな。いっか、めんどくさいな。コーン茶。足音が聞こえる。マナ、じゃあね。ねえ、置いてかないで。保湿するわ。聞こえてるよ。やばい、大丈夫だよ。あの、すごい可愛いことなだけ。歌ってたよ。歌ってない。UK じゃん、大丈夫だよ。いただきます。あ、ごめん、ひのと喋りたい。あ、いいよ。から来た。映りたくない。メイクするから。メイクするからね。ヤッホー。ヤッホー。映っちゃう。カホです。どうも、たほです。髪終わったの？終わった。うん、いや、前に座ろう、ヒロ。うん、なんかね、れいちゃんも後で来ると思う。お、でも私も公演終わったら配信したい、うん、って思ったんだけどさ、みゆとかえりがさ、うん、プラチナフラッシュのさ、うん、配信するよね。うん、あれ、案件的配信だからさ、なんかさ、うん、ガヤガヤしたくない。場所変えればいいのか、うちらが。あー、どこで配信するんだろう。ここじゃない。え、ほんと？そうなの？わかんない、わかんない。公演後に配信する気がする。会議室じゃね？違うかな。あー、向こうが。うん、確かに。何も伝わらない。そこではないんじゃない。楽屋だとだってうるさすぎる気もするし。確かに。まっ、うん、おいおいって感じですね。ね、マリカしよう今度。いいよ、マリカしたいんだ。マリオは？え、ちょっとマリオ4人でやりたいかも。マリオやりたい。うん、やろう。ナナミのスイッチ でやろうって言ってもさ、ナナミ来ないもん。え、本当に行きたい。いや、でも違うわ、違うわ。それよりも先に会場の確認、会場設営がダメだわ。ヒノが、あ、うちでやればいい。うん、ヒノ家入れてくれないもん。なんで？汚い。でも綺麗になってきたよ。いいよ、うちでも。うちテレビ大きいし。うん、いいね。そんなことないけど別に。本当？私ちっちゃい方だから。あ、でもうちの方が、あ、でも配信しながらやるっていうのは難しいかも。ああ。配信スペースは全然ない。配信しながらやるのはない、場所は。そういう点においては私とってもいいんですよね。配信の家やん。うん、ね、これでショールーム映ったらさ、うん、ファンの人逃げてるかな。わかんない、別に本人が良ければいいんじゃないの。おもろい。大塚のななみさんです。面白いことが好きな面白い女。面白い ねやろうね。うん、やってくれるの？お願い。やろう。私のこと一緒にやって。何のキャラ使ってんの？マリオ。うん。やっぱさ、スタンダードがいいじゃん。さっきこれになんかメガネかけてたから。暇なのかパックしてるから。よくぞ分かってくれました。大切だ。あ、配信してるのですいません。どうですか？ご迷惑を。この顔を。
終わったようです。よいしょ。うん、で10月終わりなんだね。それな、何してた10月。なんか本当に何してたか分かんない。あ、でも、あ、プロセカめっちゃやったわ。 あの周年だったから。あ、しずくちゃんのイベントでしょこれから。あ、そうです。ちゃんとねやってるんだよ私プロセカ。え、嬉しい。めっちゃ叩いてる。嬉しい。何が好き。髪っぽいな。あ、髪っぽいな。髪っぽいな。あ、譜面好き。髪っぽいなの、うん、エキスパートの譜面をもうちょっと上手になりたいなって思ってる、うん、あ、来た。ビーラロビー、レイティアン、ご飯食べに来たぞ。レイティアン、うん、姉ちゃん、姉ちゃん、姉ちゃんも配信する。したい。え、てか私もしよっかな。しようよ。いい、あ、うん、いいじゃん。したい。おいでー。誰、しようよ。誰、ナナミ、スタンドお借りしまーす。今日はハロウィンだよ。やっほー。あ、仮装してる、うん、一番仮装してるから、うん。今日はしっかりリハしたけどあれだね、時間意外とあるね。うそ、え、6時半公演今日。うん、多分、うん、まだだって4時半だよ。あー、ダメだ、やばい、怖いままになってる。しかも踊りじゃないじゃん、誰のみたいなね。何がいいんだろう。でもちょっと顔、あんまり顔見せたくないから。どういうことやね。いや、メイク、このメイク中だから、うん、いいじゃん。なんか、あ、そのこれ、うん、それがいい、ありがとう。私察したのすごくない。うん、マジすごかった今。ナイス察しだった。こんにちは。口元だけ。口元だけ。口元だけ。ハッピーハロウィン。今日のお弁当はこんな感じ。こんな感じでーす。美味しそう。最高最高。あ、間違えて外カメだった。やばいやばいやばい。マッシーとカホリだよ。ちょっと待って、ごめん。マッシーとカホちゃん。ね、怖い。レイナのことマッシーとカホ。多分私がカホになってる。はい、テロップ。あ、テロップ。マッシーとカホってやっちゃった。おもろ。まあ別人格だからね、マッシーの時とカホって時と。あ、まあそういうのあるよね。マッシーだとめっちゃ元気だけど、カホだったねえ、なんで待ってさ、私の横でさ、半径10センチ以内にいないの。だから私ショールーム、うん、黒、うん、ななみんの名前を書く、悩んだ。いただきます。あ、お腹すいた。うん、私も後でご飯食べる。うん、けれどその前にメイクしちゃう。メイクもするけど、うん、髪型迷う。うん、ゾンビヘアだよね。違う違う違う、決まってない。ゾンヘア、ゾンヘア。ヒッハー。似てない、ね、誰に。キノピオ、キノピオ、ね、似て、ヒッハー。うさい。ナナミこれで出ます。ヒッハーって言うけ、初めてのことで。ぽいけど言うよ。言うの。キノピオでしょ、うん、え、キノピオヒーハーっていうの。言うときもある。ママディズニー。ママ。あ、似てる似てる。一番似てた。待って、ディズニーのピノ…あ、ピノキオかそれ、うん、よくね。ナナミって書いてる。マリオの映画結局見て、見ないで終わったな。え、おもろかった。私見た。どうだった。面白かった。あのね、マリオ好きな人はね。マリオって喋んの。喋るよ。喋ってたよね。どんな声、うん、違和感なかった。あの宮野守さん喋ってるじゃん、ジャンプするときとか。うん、あの声こう。いや、あの声ではないけど、でもね、すごく違和感なかった。えー、すごい。とても。すごい。見て見て。うん、してる。見て見て。これで映ってる。お化けや。え、なんか映ってる。今二人だよね、画面上。うん。二人じゃん。お化けがいる。リックアトリート。やばいやばい。これさ、口元だけってさ、バンされんのかな。え、どうだろうね。されないんじゃない。されないか。
唇によるんじゃないあでも私かあの書き物してても大丈夫だわ。あ止まってなきゃいいのか、誰も口動かしてればいいんじゃない。あ口が動いてればいい。あそう大丈夫ね、髪伸びすぎだから。しっかり去年の1年前ここだった。私私見たらツアーの千秋楽だよ昨日。えそうだね、うん、やば。昨日ごめんじゃ名前書いてくれた。あ書いてった。ねえ口元だけなのに今日も可愛いねってコメントがあった。何も考えてないじゃあもう何でもいいやん今日それでいいやん。今日これでいいじゃん、もうこの T シャツで出ようこの公園怒った怒った。何でも可愛いって言ってくれるよね。うん、こんにちは。そうねこんにちはだねこの時間はね。あと、うん、劇場なの早くない。早っ。空いてる？仮装してる？ああ準備どこで仮装したのみんな。あれなんか確かにそのまくるってこと。でもさ31日だからバンダイにいるんじゃない、ファンの人以外に。いると思うよ。 JK とかいっぱいいるべ。うん、なんかイベントやってないのかなバンダイ。ああどうだろうね、うん、でもなんかどっかでハロウィン祭りあるらしいよ新潟。うん、どうだっけ忘れたな。フチフェチやばい、うん、さっき紙っぽいなって言ったから紙っぽいのが頭から離れない。確かに。で生誕祭の3部カラオケがあったらヒノと一緒にシネマって曲を歌おうと思ってるからみんな歌詞を覚えてきてください。えカホわかるそれ。えシネマわかる、うん、めっちゃいい曲じゃない。うん、いい曲。なんで知ってんの。アニメ教えてもらった。私が、うん、アニメ、うん、プロセカの曲、うん、アニメでもね綾瀬さんがね、うん、歌ってる。夜遊びの綾瀬さんの作った曲。うんめっちゃいい曲。うん、だからボカロじゃないの。ボカロが歌ってる。うんとね、書き下ろし。うん、えだからさ、うん、えあの歌割りください早く。そうだね、そうだね。私考えちゃうよもう。うん、うん、ダメダメ。なんでダメなの私の生誕なのに。ダメなことはないね確かに。楽しみにしてたの。作るの。早く作ってよ。早くしないと私も作っちゃうよ。お風呂でずっと一人で歌ってるんだから。かわいい。あでも、うん、髪の毛乾かしながら歌ってるぐらいの方が正解だな。みんなの仮装楽しみだな。何いると思う？え、なんだろうね。ヴァンパイア。ヴァンパイアするなら私以上のヴァンパイアじゃないと許さない。やばい。顔認証通らん。うん、通らない。やばい、もう撮影してるらしいよ。あ、そういうこと？撮影、ま、早いね、まだメイクしてないのに。メイク完了ね、私たちはまだ何もできてないのに。ご飯食べてるやん。うん、カホ途中？うん、また、うん、え、もう2人だけですか？あ、マッサージ中。いってらっしゃい。マッサージ。なんかレンちゃん顔変わった。うん、なんか可愛い。あれ嬉しい。じゃあ今日メイクしなくていいか。うわ、あなんか分かった。なんかさグラビアのメイクとか可愛いっていうの分かったわ今。そうか。なんかなんだろう、なんて言ったらいいんだろう。ファンでしかしないからめっちゃ怖いけど今。うん、白いよね。なんだろ う、なんかね目がね。そうよ。カイリでもカイリってさ今始まったばっか。ケア？うん。一回切る？でもご飯食べたい。確かに。みんな自由に過ごしているであります。
髪型どうしよう今日。やばい待って、自分どうやって映ってるか全然気にしなかった。めっちゃ地味に映ってた。ハーフツイン、いやうん、れいちゃん一時期ハーフツインハマってたよね。なんかか去年か、ちょうど去年よ。ちょっとフェスでも結構やった。あのわかる、あの富士山と山中湖でもやってたよね。めちゃめちゃラスハーフツインやってた。メイクロスね、行かなきゃ行かなきゃ、行きます。パン食べ終わったら、行く気のない行かなきゃだったよね完全に。うん、パン食べてからでいい。劇場がハロウィン一色だって。そうなんや。黒板もね。うぬちゃん何するの髪。髪でもシンプルなやつだからすぐ戻ってくる。いいんだよね。よかった、シンプル仲間がいたわ。うん、もうなんかさないんだよねこの短さなんだね、うん、キャーン。いやわかる、アレンジなくなっちゃうよね。うん、でも今日メイクをあの遊びたいの。うん、わかる。やば、コメントソースルーしてる、すべてすべてスルーしてる、うん、どう見てもオタクって鏡で腐って。高そうな、確かに高くない。わかる、うん、かぶってきます。もう全部使ってるもの全部オタクだよ。つけとこと。じゃあ私3つ占領しとこっか口元だけで。口元だけ、うん、もう見せれるかほなんて。一旦切るか。唇がない。話し相手いるから私配信始めたのに。え、でもどっちかで。私いるよ。あ、いる、あ、よかった。じゃあ一旦ちょっとバイバイ、また来る。リベドラさん、チャルさん、ゆきりん55さん、133103、新潟カツさん、むつきさん、わたちゃんさん、ひさきさん、どういうこと、メロさん、けいこさん、あずきさん、とうぐさん、ありがとう。また後で来るね。にゃんにゃん公園の衣装どういうこと。衣装を真似するとは。半顔メイク、アイナとレイナ